何ですか。君の手で切り裂いてっていう感じでね、ちょっとあの今日はあの井口ですね、キングヌーの井口。はい、井口さん、すいません、はい、やめてください、怖いですから。ごめんなさい。この後ね、ヌーさんのオールナイトニッポンがありますから、はい、どういうファッションですか今日は。これはですね、寒いんですか暑いんですか。いや、これはあの機能性ではなくてですね、はい、あの2006年に、はい、ポノグラフィティさんが、はい、横浜でライブをした時の格好を模したそれをもので、はあ、はい、ちょっとなんか怖かったんですよ、だからなんでと思って。そうですね、ええ、いつもとちょっと違う感じにしたんで、したあるんで大丈夫ですか。びっくりさせましたね。びっくりしました。いつもそんな感じじゃないのに急にスイッチガーンって上がって入ってたから、ちょっと降りてきた、僕の思ってるヌーさんとちゃうかったんで、ちょっと嫌やなと思って。かなりじゃ不快な思いをさせてしまった。いやいや、そんなことないんですけど、いつもあの、はい、ラジオ終わってから、はい、あのヌーさんのラジオちょっと聞くんですけど、はい、なんか依頼方がすごいきつめの時ありますよ、ね、すごいなんか依頼方がきつめに来てる時あります。そんなに一個もあれ、あのお会いした時は何もそんなこと言えへんのに、自分の空間になったらすごいきつめに言うじゃないですか。まあ、いきなりちょっとね、なんかありますけど、僕もいや全然構わないんですけど、はい、あとヌーさんとこもう人いっぱいいすぎますわ。怖いですもん、不安なんです。ほんまにヌーの大群で来てますよね、はい、まあそうですね、うちなんか見てくださいよ、ほんまにもうそうですね、ええ、ぷよぷよな、はい、うちはもう2人ですよ。1人はもうあの新入社員の方で、もう右も左も分からんで、本当です。ミキサーさんとかもう死にかけみたいな、もう本当にもうなんかもうみんなそうなってる。ヌーさんとか本当にもう人多すぎますよ。ごめんなさい、ちょっとびっくりさせちゃうかなと思ったんですけどね。びっくりしました。今僕が思ってるヌーさんじゃなかったですから。そんなん嫌ですよ、まあ、ですね、なんかいつも楽屋でご挨拶するときは結構こう僕もねちょっとヌーさんにきつめに当たってますから、ね、そうっすね。あの吉本の事件とかをもう全部ヌーさんに当ててもってますからね。申し訳ないなと思います。何も言えないようなことをね、ちょっと。あ、もう早い言ってくださいよ。あ、すいません、いつも長いことおるから。あ、ごめんなさい。この後キングヌーさんのオールナイトニッポンお願いしますね。はい、わーわー言うとります。お時間です。さようなら、頑張って。ありがとうございます。